こんにちは。今までに会ったことはないよな。うん、初めましてだよ。私はストレア。よろしくね。怖い顔して。ちょっと興味があったから観察させてもらってたの。キリトは強くて有名人だもん。興味を持って当然。あ、わかる？私も結構強いよ。それにしても、やっぱりね。キリト、やっぱり近くで見た方がずっと可愛いね。えい。いいじゃん、だって可愛いんだもん。こうしたくなっちゃうよ。これから時間ある？一緒にお茶でも飲みたいな。いいよね、さっきも要望を聞くって言ってたし。やったね。ここのカフェでいいよね。座ろ座ろ。ねえねえキリト、そのカフェオレって美味しい？私のミルクティーちょっと。
とあげるからそっちも飲ませて。思ってたより甘くて美味しい。コーヒーとかって大体苦いじゃない？苦いのって嫌いなのよね。本当？それじゃあいただきます。そうだな、結構前からキリトのことを見てたよ。75層のボスを倒した時とか。それって、私のことをもっと知りたいってこと？キリトって、結構積極的なんだね。でも質問はここまで。答えてほしければ、また今度デートしようよ。今日はありがとう、キリト。また今度ね。約束だよ。何もないけど、ただキリトに会いたかっただけ。早く早く、こっち。で、あの人、何と言われても。アスナさんも知らないんですか？キリト君と一緒にいるところは見たことがあるけど。 NPC じゃないよね、あれは。下の階層から新しく来たとか、そういう人？それにしては、ずいぶん仲がいいみたいですけど。うわ、あの人、キリト君の膝の上に座った。ちょっとちょっと、何なのよ一体。何かとっても仲良しさん。アスナ、落ち着いて。顔が全然笑ってないわよ。私、ちょっと行ってきます。あれはもう放置していいレベルじゃないですよ。な
んだ。俺の膝なら漏れなく全員座れますよ、なんて。あんたは観葉植物の植木鉢でものっけてなさいよ。ひってぇ、ちょっとした冗談じゃねえか。それじゃどういったことなのかキリトに説明してもらいに行きましょうか。キリト、ちょっといい？皆さんどうも。キリト君、あの、その人は？Thank you.
した。行くか、相棒。わかった。5層の扉が開いてから攻略組が帰ってこないだろ。これは何かあったなと思ったわけだよ。キーボーがなかなか一人にならないから会うのが遅くなっちゃったよ。けどな。ああ、戻れないんだろ。なに、もともとこの世界から抜け出せないのは変わらない。だったら、俺っちも前に進むよ。いただくよ。お題は、借りができるのはあんまり良くないんだけどな。特にキーボーからの借りは。そっか。じゃあこれからもよろしくな。言われなくても大丈夫だよ。
派な店構えだな、リゼ。そうでしょ。新装開店、リズベットブグ店へようこそ。滑り出しにしてはまあまあね。いい感じの店でしょ。ちょうどこの物件が残っていたのよ。前みたいな水車がないのは残念だけどね。思えばあのお店でキリトの片手養殖券を作ったっけ。